角い箱ですね。まあ収納グッズとこの大きさのケース2個を買ってきました。でこのケースたちはメイクワゴンがそこにあって、そのメイクワゴンを片付けようと思って買ってきました。はい、ということでね、今からそのセリアで買ってきたカードじゃないわ、ケースでこのワゴンをね片付けていくんですけど、まず1段目がこんな感じになってます。汚いですね。で2段目がこんな感じ、映ってる。で3段目が、ちょっと待って、内カメだから超やりにくい、マジ映ってるかな、こんな感じでなっております。ということで、ここからどう生まれ変わるのでしょうか、お楽しみに。はい、ということで完成しました。こちらね、新しくなったワゴンでございます。どうでしょうか。一段ずつ紹介していきますね。まず1段目がこんな感じとなっております。ちょっと外紙に切り替えますわ。こんな感じです。1段目、2段目、3段目、こんな感じでなっております。まず1段目がです、落ちか。1段目がですね、まずここに体温計じゃなくて体なんか秒数数えるやつがあります。これはあのマッサージとか30秒1分測ったりしてます。でここにはマッサージする、なんていうの、やべ、なんていうんだっけこれ、そう、ベビーオイルとなんかボディクリームみたいなのがあります。でこれは脇汗のやつ、シューってするやつとですね、あとここには香水、これはなんか服に衣類にかけるなんかやつで、これなんか水のやつと香水ですね。片手むずいな。はい、でこの奥がまあ化粧水、乳液、髪の毛と、これ喉のスプレー、あとこれ脇などがあります。オイルはね、この前紹介した動画あるんで、気になる方見てみてください。で次こっち右側行きますね。まずハトムギの日焼け止めとジェルと、あとここにハトムギのジェルのちっちゃいやつと、なんだっけこれ、あ、ワセリンと、あと髪を留めるやつ、まとまるくんみたいなやつ、あとこれなんか新大久保のなんだっけな、なんかでね当たったやつです。でこっちにはニベアとアロエジェルがあります。で手前に引くとなんかね小物類がゾロゾロありますね。日焼け止め2個と、これがまつげ美容液で、これが皮膚科でもらった、あ、これ修学旅行に持っていくんでちょっと名前書いてあるんですけど、修学旅行じゃなくて皮膚科でもらったニキビのクリームとニベアのリップ、これもね皮膚科じゃないあのニキビのやつとかね、こういうのがね言われますね。はい、でこっちにニベアのハンドクリーム、ちっちゃいやつと、でこれ涙袋のねクリーム、これも持ってきます。これマジでいいです。と100均で買ったね美容液とかがもろもろありますね。でさらに手前に行くとパックがあります。はい、で1段目はこんな感じでございますね。で次2段目いきます。2段目はこんな感じでなっております。かわいいでしょ。まず手前にね、リップ系とかが、リップ系があって、横に、リップと、
パレット、アイシャドウパレットがあります。これで普段よく使うやつ入れてます。で、奥にちょっと見せる収納をしてみました。丸い系で揃えましたね。可愛いです。で、奥には筆と、まあマスカラとか鏡とか、もろもろ入ってますね。目関係のものが入ってます。で、このポーチの、3CE のポーチの中には、今日着てないんですけど、ビューラーとかね、なんだっけ、ラインとか、そういうのが入ってます。ちょっと片手で閉められないんで、すいませんね。OK です。閉まりました。ということで、2段目はこんな感じになっております。はい、次。3段目は、こんな感じになっております。まず手前に、ネイルがあります。ネイル。で、隣に、綿棒とワセリンの大きいやつ。で、奥にメインコートし、あと、オイル、髪のオイルの予備と、鏡と、なんかこれね、ネイルするときに使うね、クリップ?乾かすときに使うクリップですね。はい。で、あと、こっちにはポーチ。このポーチには、ラメとかが入ってますね。はい、ということでね、以上、新しくなったワゴン紹介でした。皆さんもね、ぜひぜひ、年が明ける前に、ぜひ掃除をしてみてはいかがでしょうか。ということで、それでは、バイバーイ!